はいどうもお疲れ様です。即課塾の久保です。稼げない習慣から稼げる習慣へシフトしようと思ってもなかなか新しい習慣って身につきませんよね。今回チャット GPT にクエスチョンしてみました。一度身についた習慣がなかなか変わらないのはどうしてなんでしょうかということです。主に2つの理由があるというふうに答えてくださいましたね。これ読み上げるボタンがありますんで押してみましょうか。 一度身についた習慣がなかなか変わらないのは、主に以下の二つの理由が考えられます。1. 脳の性質。脳は常に安定した状態を保とうとする性質があります。そのため、新しい習慣を身につけるためには、脳を変化させる必要があります。しかし、脳は変化を嫌うため、習慣を変えようとすると、抵抗やストレスを感じてしまいます。2. 習慣の強度。 習慣の強度が強いほど変えにくくなります。習慣の強度とは、その習慣を実行するまでの刺激と報酬の強さのことです。例えば、寝る前にスマートフォンを見ることが習慣になっている場合、スマートフォンを見るという刺激が強く、その結果得られるリラックスという報酬も強いため、習慣を変えるのは難しいでしょう。これらの理由から、一度身についた習慣を変えるには、 根気強く継続することが大切です。また、習慣を変える際には、以下の点に注意すると良いでしょう。小さな目標から始める、一度に大きな目標を達成しようとすると、挫折しやすくなります。そのため、まずは小さな目標から始め、徐々に目標を大きくしていくと良いでしょう。習慣化しやすい環境を作る、習慣化したい行動を実行しやすい環境を作ることも大切です。 例えば、朝起きたらすぐにストレッチをする習慣を身につけたい場合、ストレッチマットをベッドのそばに置いておくと良いでしょう。周りの人の協力を得る。周りの人の協力を得ることも、習慣を変える上で効果的です。例えば、ダイエットの習慣を身につけたい場合、一緒にダイエットをする仲間を見つけると、モチベーションを維持しやすくなります。 習慣を変えるのは難しいことですが、根気強く継続することで必ず実現することができます。いかがだったでしょうかまあ私はね、新しい習慣を身につけるときに、その習慣を身につけた後には、どんな自分に対しての世界が待っているかってことを常に想像するようにしますよね。まあ一日、千円、二千、三千、五千と稼げるようになると、一年を通じてどのくらいの金額になるのかなと。 そのお金が将来自分をどのぐらい支えてくれてるのかなと。お金があればできるのにっていう悔しい思いをどのぐらい下げることができるのかなってことを想像すると習慣っていうのはね、やらずにはいられないような、そんなあ概念になってくるかなと思います。皆さんいかがでしょうか新しい習慣、身につけること、非常に困難だと思いますけどもねうん。そうですね。2023年は何と言っても私はね、キックボクシングの リングに立ったってことですかね。スタミナをつける習慣。キックやパンチを打つ習慣。トレーニングを受ける習慣。まあそういった習慣を身につけてここまで来たかなと思います。そのためにトレーナーについてもらって、あ今日はトレーナーが指導してくれる日だなっていうふうに、まあ自分のね、目指す道を一緒に歩いてくれる人を見つけましたね。ビジネスも同じだと思います。それでは。